荻上チキです。今日お話しする内容は、懐疑、つまり疑うということについてお話したいと思います。皆さんも日常の中でいろいろなものを疑ってると思うんですね。で、疑うというのはとても重要なことです。自分が騙されないようにするためには、人は成長の過程の中で、相手を疑う、何かを疑うということを学んでいくことになるんですね。で、この疑うということなんですけれども、この疑い方にも、作法であるとか、やり方というものがあって、人は成長する過程の中で、全面的な懐疑、から、条件付きの懐疑の方を獲得をしていくということが分かってるんですね。全面的な懐疑というのは、全面的な信頼とある種逆にあるもので、全体的にその対象というものを疑うというようなことです。で、例えば皆さん株に対してどういった印象を持ってますか？株式。なんとなく怪しいとか、負けたら失敗しそうとか、大損してしまいそう、怖いっていうのはそういったイメージを持っている方多いと思うんですね。これがある意味株式市場に対する全面的な懐疑の状況だと思ってください。でも例えば株式市場とか資本主義とか経営とか金融について学んでくると、この銘柄は危ないとか、こういった買い方は危ないというような仕方で、全面的な懐疑ではなくて、条件付きの懐疑の方に進んでいくということになるわけですね。人は例えば子供の頃、知らない人は疑いましょう。でも家族のことは信頼しましょうっていうような、全面的な信頼と全面的な懐疑の振り分けというものが行われるわけです。それが進んでいくと、でも先生は信用していいよな。あ、でも先生は信用していいけども、この先生はいじめを見て見ぬふりするから信用しない。この先生は、人をエコひいきするから信用しないみたいな、条件付きの懐疑というものをだんだんと学んでいくということになるわけですね。で、このように条件付き懐疑の作法を学ぶことによって、私たちは騙されないことを選ぶと同時に、損しないことを選ぶと。つまり得することを選ぶということも、考えていくことができるようになるわけです。すべてを疑っていれば、当然自分に利益をもたらしてくれる対象をも退けてしまうということになりますよね。だから条件付き懐疑というのはとても重要になるわけなんです。ところが、この条件付き懐疑というものを戦略的に行えないという人も出てきます。こうしたような人たちのことをシニシスト、霊障主義というふうに表現しますね。シニシズムというものは一般的に人の行動というものを損得感情に基づいたものだというふうに一元的に理解をして、その下で相手を評価しがちな人のことを指します。例えばメディアの報道などについて、メディアというのは信用できない。メディアというのはどうせフェイクニュースを流すことによって自分たちの利益のことしか考えてない連中だというふうに評価するわけですね。そのような評価というのはまさにシニシズムの論法です。あるいは政治を評価する際にも、政治家というのは結局嘘ばかりで、言ったことをやるような人はいない。国民のことを考えている政治家なんていない。あくまで自分たちの当選のことだけを考えているんだ。このようにシニシストは考えるわけです。ところが、メディアについて詳しく知り出すと、このメディアは疑問だけれども、このメディアのこの記者さんはいい記事書いてるよね、とか、この作者の方はいいリポルタージュを書いてるというような、条件付きの懐疑と条件付きの信頼というものを手に入れていくわけですね。政治家においても同じです。この政党は言ったことを破るかもしれないけれども、その政党は信頼できるであるとか、この政党全体はちょっと問題があるけれども、でもこの議員さんはなんとか踏ん張っているとか、この議員はそんなに信用してないけれども、この問題における質問だけは妥当であるというような仕方で、条件付きで相手を評価するということができるようになるんですね。シニシスト、つまり霊障するタイミングというのは、特定の対象に対して個別の見極めというのはできないから、とにかく騙されないようにするために相手をまるっと否定をするというような態度と結びつくわけです。で、こういったようなその条件付きの懐疑というのができない人ほど全体的な否定、シニシズム的な判断というものを行いがちだということが分かっているわけですね。とすると、私たちはいろんな分野での条件付きの信頼と条件付きの懐疑というものを学習していくことが重要になってくる。学習できない分野とか苦手な分野に関しては、私たちはとにかく任せたとか、とにかく全部信用しないっていう大雑把な判断をしがちですよね。そうした判断の裏側には、やはりその懐疑、疑いに対する態度の違いや得意分野の違いが現れがちである。でもそういったようなその全面的な懐疑というものをいろんな分野にしてしまうと、例えばメディアを信用しない、政治を信用しないというような仕方で、いろんな世の中の物事というものを学ぶ機会をどんどん失ってしまうということにもつながるわけです。皆さんはどんな分野では全面的な懐疑を行いがちで、どんな分野では条件付きの懐疑を行いがちなのか、自分の得意分野、不得意分野を知りながら、その疑い方がそもそも妥当なのかどうかということも、ぜひ一度考えてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、
このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。